ああ、行くのかい？そう。ああ、そうだね。いろいろ重いものずらしたりしてね。ああ、なんかそこもいじったりしてね。なんかいろんな怖いやつとかいじったりして。はいはいはい。おう！よろしいですか？おう！いいの？もうちょい行きますよ。行くしかないんでね。背筋伸ばしてる。みんな見てるから。ちょっと硬い。ああ、ほんと、肩パート入ってる。ああ、肩パート取ってない。ああ、いいんじゃない？編集点を作らせてくれ。ちょっと黙りなさい。はい、まったく。じゃあ行きますよ。皆さん見ていただいてどうもありがとうございます。ギターの高弘です。ボーカルという名のカズです。ボーカルという名のカズ、よろしくお願いします。よろしくお願いしますよ。はい、はい、では今週上げた動画についてまたいろいろ投稿していこうと行くよ思うんですけれども、泣くよウイス平安京よ。はい、そうですね。よくわかんないけど、そうですねって言っちゃったじゃん。どこかよくわかんないけどね、俺もね。響きが良かったらそれでいい。語呂だけでね。そうそうそう、話なんて関係なくていいんだから、なんだったら。そうだね。はいはいはい。じゃあ今週土曜日何を出させていただきましたでしょうか。行っちゃうの。はい、何出したんでしょうか。ビッグマシーンでしょ。そうです、ビッグマシーンです。ビッグマシーンのバラードですよ。バラードです。ルーツ。いいね、いい曲。いいよな、いい曲。ここまでの単純にバラードって感じの曲って、綺麗、ナイトバード、綺麗な絵じゃなくて、ナイトバードやりましたね。ビッグマシーンからはナイトバードやりました。そうだね。うん、そうか。バラードだけで言っても本当にナイトバードのが最後か。いや、そうだ、そうだね。綺麗な絵じゃなくてももっと前だもんね。もっと前だね。そしてビッグマシーンじゃないもんね。さらにビッグマシーンからは、3作目ぐらいかな。I'm in Love もやってますね。I'm in Love、私たち初期の頃にやりましたな。やりましたな。3曲目ぐらいかな。なんでビッグマシーンは今回やるのは3曲目になります。そうです。3曲目。3! 3! はい、1、2、3! はい、そうですね。3曲目ですね。あれでしょ、鍋厚さんって3になって変になるってやつでしょ。そうだね。なんかカズニーなんて3に並んでも変なんだから。みんな分かってるっつうの。ということで、これも3回目の説明になってしまうんですが、ビッグマシーン2003年ですね。2003年発売の13作目のアルバムでございます。怖くない？ちょっとカズにもう一回やろうか。2003年発売の13作目のそうアルバムになります。はい、大した面白くないよこれ。そんなに面白くない。引っ張るもんじゃなかった。引っ張るもんじゃなかった。まあ編集してカットしちゃえばいいんだよ。そうですね、そうですね。まあその中から13、いや、いいから、もう本当にもういいから、もうみんなも思ってるよ。13曲目のルーツ。ていうか怖くない？なんかいっぱい書いたりよ、ゆきさん。はい、ゆきさんいっぱい書いてます。ゆきさん気合入れすぎなんじゃない？ちょっと怖いって。で、俺さ、これウィキ読んで、ウィキペディア読んで、あ、そういえばそうだったなって思ったんですけども、何があの、ブラックジャック、このテーマ曲になってたんですよ、ルーツ。え、そう、知らない？ブラックジャックスペシャルの命をめぐる4つの奇跡っていう、お医者さんのアニメでしょ。そうのエンディングに使用されてたの、ルーツ。あ、そうなの？それがそうだと思って。まあ、見てた方は分かってるよって話なんだろうけど。そうだね。知らなかったな。見てなかったから分かんなかった。だからなんかあの、初めは、このエンディングに使用されて、このアルバムに入れる予定ではなかったっぽい。あら、そうなんですか？収録される予定はなかったが、曲の完成度に満足し、このままお蔵入りするのはもったいないという意見から収録されたの。そうなのな。そうなのな。本当にそうなのなって初めて使って、俺も日本語。そうなのな。せーの、そうなのな。流行らそう。もう流行らしちゃう。ちまたでも流行ってるかもしれない。そうね。はい。ちなみにこの曲ね、あの普通のビーズの曲では結構珍しくイントロがないんですよ。そう。歌から入る。そうだ。あのまあもちろん歌から入る曲って結構いっぱいあるんだけれども、全くの無音で。サビから入るとかあるじゃん。あ、そうだね。サビから入りますよとか、なんかあの B メロから入りますよとかってあるけど、はい、もう本当にイントロも何もなく A メロからバンって入る。そうですか。そしてまたあの2番の A メロ入るところも無音から入るところがまた変わってるよね。今までの曲ないよね。今までにはないような感じですね。ちなみに松本さん曰く、アルバムの最後を飾るのに、余計なイントロはいらないよと。余計なイントロいらねえよと。その通りよとおっしゃってらっしゃるというところですね。で、まあこの曲はね、なんだろう、家族、なんていうのかな、歌詞が離散した家族っていうテーマなの。
起点にイメージを広げていったらしいです。あ、そうか。うん、だなんか歌詞もさ、これから歌のこともどんどん話してもらおうかなと思ってたんだけど、まあ、ね、うんうん、歌詞もどうですか、そういう意味では。まあ俺完全に今まで兄弟愛みたいなさ、あ、なんかそういう雰囲気だと思ってたな。生き別れたみたいな、そういうイメージだったんだけど、やっぱりもう少なからず間違ってはいないのか。そうそうそう、だからなんか一番最初はその家族が離散してるっていうところからイメージを広げていって、うん、あの歌詞になってるらしいんですよね。なるほどね。で、まあ稲葉さん曰く、はい、稲葉さん曰くですよ、うん、はい、世界中を旅行するような気持ちで書いた。そのスケールの大きさ、要は離散した家族、つまりさっき言ったみたいに生き別れた兄弟だったりとか、家族、親とかと子供が離れ離れになっちゃったのを探す、ば世界を旅行するじゃないけど旅するみたいな、そういうイメージなんじゃないですかね。いやー、何でしょう、それ聞いたらまたなおさらこの曲好きになったな。ね、この曲いいよね、やっぱりね、歌詞とかもすごくいい。で、このウィキさん、ウィキペディアさんの書き方もね、はい、ちょっと面白いんだけど、またこの歌詞は難産だったようでって、かなりね、なるほどね、作るの難しかったみたいですね。結構手間がかかったんですね。そうですね。でロサンゼルスで書き始めて、はい、歌入れ直前までずっと書き直ししてた。あら、でも本ちゃんで本番でやるまでずっと書き直し。あら、それぐらい苦労したみたいな。大変だったんですね。うん、したらその時の稲葉さんにお疲れ様伝えて言うか、せーの、お疲れ様でございます。はい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 。あと2014年にファンクラブ開放で行われた、まだ自身が聞いたことないけれども、いつかライブジムで聞きたいと夢見ている曲のアンケートで11位。はい、また11位、11ですな。11ですね。まあ、ライブでは、まあ、なんて言うんだろう、このビッグマシンの中に入ってるナイトバードとか眩しいサイズと一緒に、まあ、一度も演奏されたことがない、ライブで聞きたい。これルーツライブでやったらめっちゃやばいよこれ。映像はもう僕らのね、作ってくれた映像を作ってくれた、うん、作ってくれたじゃない、俺が作ってる、俺が作ってる、作った映像をね、皆さん見ていただいてると思うんですけれども、結構ね、ボーカル多めに編集してる予定なんですよ。はい。まあ今の段階ではまだ編集してないんで、ね。まあそうですね。あれなんですけど、今先ほど置いたばっかりなんでね。そう、トーク動画を撮ってる段階では、まだ編集してないんですけど、ボーカル多めに行こうと思ってます、僕の中では。はい、で、なぜかというと、ギターの出番があんまりないんですよ。で、そう言われてみれば、そうですな。結構控えめなんですよ。まあ、でもね、ギターソロがその分泣けるのよ。そう、その分、ボーカルから、そう、引き継がれるような。そこがほら、歌はどうだったのっていう時に言おうとしたことを一緒に言おう、そこはもう。ね、もうギターも一緒だよ、そこは。そうでしょ、そこが三つ番のもう、聞いてほしい、見てほしいところでしょ。そうそう。いつか会える日のためにと、そのギターソロの入りが重なるところでみんなグッとくるはず。そう。この、このね、歌から引き継がれるギターソロ。そう。あれ泣けるよね、ほんとね。だからそこは毎回タカちゃんと話してて言ってるけどもさ、グローリーデイズとかもそういう感じよ。そう、そういう感じだよね。ね、サビの後のギターソロそのまま入るあの感じ。そう。最高です、最高です、本当にあそこがグッときちゃうよ、はい、本当にそういう感じですね、そこですね、もうギターはどうですかとか歌はどうですかっていうのはもうそこに尽きる。いや本当そこだよね、そこ、そこに全てを持ってきた。ということでですね、まあ今回はこのルーツという曲をやらせていただき、語りたいことはこれぐらいですよ、本当に。もう大声を出して語らせていただきました、もう。はい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 。ということで、まあ概要欄にまたね、貼っておきますので、ぜひ前回の動画見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、おおお、タカちゃん乗ってきてるよ。いいね。あとなんだっけ、コメントね。ね、皆さんよろしくお願いいたします。ひげ二人。はい。
はい、ということでね、もうこれで止めちゃいますけれども、今日ギャグは。なんかね、もう。あ、そう、ね、ちょっと待って、うん。あ、面白いこと思い出したんだけどさ、うん、あの、うん、今回の、うんうん、あの、ルーツ撮ったじゃないですか。撮ったよ。うん、お外で撮った。お外で撮りましたよね。うん、あの、天気はすごい良かったのよ。うん、あの、映像で見たら、もしかしたらちょっとわかんないかもしれないんですけど。いや、わかっちゃいけないのよ。あの、北海道ってまだ寒いんですよ。そう。今の時期。すっげえ景色いいんだけどね。そう。うん、途中でさ、鼻水出て。いや、結構なね、いや、すごいいい快晴だったんだけどね。うん、いやちょっと。風は冷たかったね。すごい寒かった。風がすっごい冷たかった。うん、うん。ということで、その時の様子を、どうぞ。何おうおう。ちょっと一回も待っていい？いいよ。鼻水。はい、見ていただいた、見て、見ていただいた。見た後もそれもいるんかい、この動画も。いる、いる、いる。いらないでしょ。いる、いるの、うん、鼻水出てた、出てた。そういう感じよ。ね、そういう感じ。そういう感じ。はい。ということで、バイバーイ。バイバーイ。